ホワイトカラーの時間は北陸を中心に活動しているミシュランガイド北陸のガールズユニットリトルホワイトの私なおなおがパーソナリティを務めさせていただいておりまして、でいろんなゲストをリトルホワイトのメンバーをゲストに迎えてお話しするトークバラエティコーナーです、番組です、よろしくお願いします。いつもこの最初がねちょっとぐだるんですけど、まあそれはご愛嬌ということで、まあね今日で8回目となりました。結構やってますね。ということで皆さん今日もお付き合いよろしくお願いします。はい、じゃあねコメントこっちでも見れますので今日はね、はい、今日も頑張っていくぜ。じゃあもうね、はい、そろそろスタンバイできてますか？はい、じゃあ早速ですが今日のゲストをお呼びしたいと思います。せーの、あつねちゃん。はーい、キラ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 、こんにちは、こんばんは、こんばんは。入ってない、入ってない、入ってるか、よし。はい、ということで今日の第8回目はあつねちゃんをゲストにお招きさせていただきました。よろしくお願いします。お願いします。さあ、あつねちゃんなんですけども、まあ、ニコニコ生放送、そしてこの私たちの番組初めてということで、はい、まずはね、知ってる方ももちろんいると思うんですけども、初めての方のために自己紹介お願いできますか？わかりました、お願いします。リトルホワイトのあつねです。何をかな、リトルホワイトに入って3年ぐらいあ、ですかね、うん、そんな感じ、3年ぐらいです。結構いろんなホールにお邪魔させてもらってて、ね、会ってる方も何人かたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、初めましての方、なんだろう、 B 型です。B 型、B 型っぽいってすごい言われる。 B 型の人もいるかな。私は O 型です。そうですね。はい、はい、声聞こえてますか？声小さいんですよ、すいません。ちょっと声張っていただいて、はい、よろしいですか？はい。さあ、今回からちょっとこの裏で実は皆さんのコメントを見れるようになりましたので、ラビズム見てくれて、おー、いいですね。こっちでコメント見れますので、ぜひたくさん、よかった、たくさんコメントください。ありがとうございます。いいですね。これ結構ラビズム買った。ありがとうございます。石川情報誌の。ちょっとまた違う、違うんですけど、ね、リトルホワイトのことだけお願いします。知ってるけどそれはもったいぶってください。 C で、はい、あつねにゃんにゃん、はい、あつねにゃん。猫の絵文字がかわいい。ちょっとあ、真っ白だ、真っ白、真っ白分かってる。真っ白じゃないよ、真っ白だよ。こっちの方が出るかな、これ。あ、いっぱい来てるですね。ありがとうございます。ん、ちょっとまだこれ慣れてなくて、うんうんうん、いっぱいいっぱい、難しい。今日から使ってるみたいなんでね。大きくなったって。おい、違うよ、真っ白がだよ。大きくなったのかと思って。何言ってるの？違う違う、マジストだからダメだよ、そんなこと。違う違う、あたちゃん大きくなった。私、あたち、あたちってこと。3年、3年もいればほら、ね、結構成長したのかな。本当にそういう意味なんですけど、もう生やしてるから。今日はマシロいないの。あ、みんなちょっと気にしてくれてる。じゃあマシロの話出てきたので、そう、早速でもね、まだ知らない、マシロって何とか言う人もいるかもしれない、うん、そうですね。じゃあみんな気になるマシロの話何のことかさっぱりな方もいるかもしれないので、マシロのこと教えてもらっていいですか？そうですね、私動物がすごい好きで、うん、で爬虫類をもう好きで飼ってる亀なんですよ。亀、そう、亀さん、ご存知の方も、亀って言ったら普通ね、なんか草亀とか水によく入る亀を想像する、うん、大丈夫かな、緑亀、緑亀、そうそうそう、の想像する亀釣りみたいなやつ、亀釣り、N-H、とか、あ、そう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 、多分そんな感じ想像してるでしょ。けど陸亀を飼ってるんですよ。全然の携帯ないの、なんかこうやって見せれたら、見せる、今見せる、真っ白の、真っ白の写真、すごいからね。あ、見たい人、イントネーション、あ、真っ白じゃなくて真っ白、そう、真っ白、すっごいこれ言われる、うーん、そうです、
マシロじゃなくてマシロ、うん、あ、ツイッターフォローありがとうございます。ちょっとじゃあマシロの写メ、ちょっと写メ、あ、ありがとうございます、すみません。お、じゃあちょっとそれまで時間ちょっといいよ。あるかな。じゃあマシロの真似して。そう、マシロ真似。あ、似てる。似てるけどなおちゃん会ったことないよ。確かに。写真でしか拝見させてもらってないです。ちょっとマシロの、あ、正面からの顔がある。お、これでいいかな。ちょっとこれあっちに向かって。あっちにこれ見せる。すごいすごい。これなんかわかるかな。強。みんなマシロ見たいかな。大丈夫。マシロ。わかりにくいけど。すごいちょっと近い。え、見える？これ。それなんか分かりにくい、分かりにくい、怖い。ちょっと違うやつ。なんかもうほら、なんかもっとこう、体全部映ってるやつとかの方が。映ってるやつ。ほら、なんか前ほら、よくある。うん、前ね、そういっぱいいたんだね。そう、陸画面なんですよ。ほら、何か分からないって。あー、ごめん。ちょっと難しいですね。これ分かる人だったらすぐ分かる。あの、じゃあこれはどう思う？あー、コーラ。コーラ？コーラ。そう、マシロ。結構、引き気味の方が、引いてる写真の方が分かるかもしれない。なんか買い始めた時は、190g とかすごい小さかったんですけど、 190g ってどんくらい？ね、こんくらい？え、なんか、たぶんボタモチみたいなぐらいの大きさだったんですけど、うん、2年買って、うん、なんと昨日体重測ったら 2.3 キロになってました。 2.3 キロ 2300g。 すごい、めっちゃ成長してますね。大きくなりましたね。なった、本当になった。この間、そう、まだ話しても大丈夫かな。いいよ。この間、ペットショップに行ったんですけど、ペットショップ、ショー、売ってました。ショー、そう。大好きなペットショップに行って、そう、リクガメがいて、うん、そこに、そのボタ持ちぐらいのね、あ、ちっちゃい子ガメがいたんですけど、その、なんと、生年月日が、マシロと一緒だった。マシロの。マシロじゃね。マシロ、だから、デブガメ。あー、そういうこと、そういうこと。餌をあげすぎたみたいで。はいはい、でも、わかる。自分のペットとか可愛い可愛いしてて、餌をいっぱいあげちゃったら、なんか欲しがったら、そう、欲しがったらあげちゃうんですよ。ボタモチ、そう、ボタモチ。今ずっと探してるけど、なかなか出てこないみたいなんで。あ、あった、待って、これはどう？あ、カメ、カメ。カメっていうコメントおかしいけど。ぽいぽい。ちょっといい？みんな見て。はい、見てあげて。写りかな、なんかあれ、いなくなった人が。写り、なんかこのシェルターの上で、めっちゃカメ、めっちゃカメ。こんな感じ。わかるかな？すごい。みんなわかるかな？うん、大丈夫。見えてるっぽいですね。どうですか？真っ白。真っ白。真っ白。リクガメ買いやすいんですごいおすすめです。わかりづらいよ。わかりづらいよ。そう、ごめん。わかれー。じゃあ今度は本物、いつか本物ちゃん持ってきて。やば、怖い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 。ここに乗せて。ここ3人でトークしましょう。怖い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 。うん、え、も持って歩ける？うん、まだギリギリ持って歩ける。結構、でも 2.3 キロだったら。うん、ね。すごい。そうそうそう。どうかな？確かにありました。そう、なんか、じゃあ、すねちゃん初めてなんで、ニコ生。なんか、いろいろ質問とかあったら。ね、かも。お願いします。質問、どんくらい大きい、私に、あ、でもマシロの質問が結構、マシロ、マシロ、みんな食いついてる、意外と、食いついてるか、どんくらい大きくなるの、90センチぐらいになる、90センチ、そんなんでっかい、でっこい、いつか乗るはず、みんな好きだね、カメ、マシロの話でしょ、マシロ、あ、ツイッターもありがとうございます、カメ、人が乗れるくらいの亀には何年でなりますか？あ、亀は結構長生きするみたいで、亀は万年。亀は万年。万年。亀は万年。ね、鶴は千年。あ、はい。とかいうぐらい、で、なんか80年ぐらいうまく育てたら、なるみたい。鶴だよって言ってるよ。何が？鶴は千年。鶴は千年。そう。亀は万年。100年はない。100年は違いました。100年はディオ様。じゃじゃだね、それわかんない。ディオ。亀さん何匹飼ってますか？亀さんは真っ白だけです、今のところ。うんうん、増やす増強計画。うわぁ、ちょっともうちょっと私がお金持ちになったら飼いたい。あ、スペースが結構必要なんで。確かに。大きいのにたくさんいたら。庭付きの一軒家じゃないと飼えないと思う。そうね。そう、頑張ります。それで、今は庭付きの一軒家じゃないことがわかります。何
土地買うみたいな。どういう情報を漏らしてる？何食べるのって。かわいい。そう、あ、フルーツ食べます。フルーツ。でも、小松菜とか、いっぱい食べますね。イメージ的になんか、こう、リンゴとか。あ、好き。カリ、うん、カリって食べる、うんうん。食べる食べる。おやつでリンゴ。かわいい。甘いからちょっとしかあげないけど。うん、甘いのダメなんだ。ちょっとデブに、デブになっちゃうと。加糖、加糖取っちゃうかみたいな。そうそう、加糖。加糖。糖類取るからわかんないけど、健康にも良そうじゃん、真っ白の。健康管理のペットの。そうですね。飼い主の役目なので、松菜を主にあげております。犬猫より猫の、あ、亀の方が好き？そうですね。犬もモフモフで好きだけど、カメ好き。本当にあのリトルのメンバー本当に動物好きが多い。あ、確かに、うん、そうかも。猫と犬とカメ、カメはちょっと緑しかいないけど結構ね多いですね、うん、で視聴者の方も結構動物好きな方多いんで、もう食いつきがいいから嬉しい。そう、いいね、うん、ね、カメハメ、さっきカメハメは絶対、うん、なんかビデオやれってやれって言われてる。うん、なんかいろいろね。マシロに会いたい。今度持ってきます。じゃあ怖いかも、ちょっと。いつかね。皆さんぜひね、あのブログとかツイッターとかマシロが出てきた登場させてますので見てね。ちょっと一個すごい忘れてた。明日の最初に言おうと思ってたんですけど、意外と盛り上がってきた。ちょっと待って、最初はもう本題に入る。そう、ちょっとあのとりあえず、うん、あの一旦ちょっと最初にしたかった話してもいいですか？ちょっとあのあつねちゃんを早く読みたいがためにちょっとテンションが上がっちゃってすぐ言っちゃったんですけど、今日あつねちゃんに来てもらった理由っていうのが、明日6月10日に DSG メガワールドさんで、あのピシュランチャンネルの収録、我が名はメガっていうのがね、チャンネルじゃないです、実践。もうなんかあのちょっとねテンション上がってるんですね、きっと。ポスター、はい、ポスタードン出ますからね。出るの？はい、鶴の一声で。鶴の一声。うん、あ、固まっちゃった。はい。硬い。これね、買った。我が名はメガ。じゃあ、つねちゃん、ちょっとこれ、はい、さらっとお願いしますよ。我が名はメガ。実践で、ホールで皆さんと一緒に実践させてもらうんですけど、騎手も言っていいのかな、これ。うん、ね。我が名はメガ、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 キバということで、うん、ガロ、実践します。はい、パチンココーナーで、やっぱメガワールドといえば、ね、ガロ、うん、とっても盛り上がってるのでね。すごいいっぱいね。羨ましいことになってます、はい、いつも。でも、チャンネルで何回か収録させてもらってるんですけど、メガワールドさんで。うん、大当たり多分出してないような気がするんで。おー、やばい。そう、ちょっと明日は、気弱んそうなんですよ。明日こそは。ぜひ明日はね。皆さんと一緒に大当たりゲットして。ね、実践楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。そう、そうなんですよ。明日がね、メガ、DSG メガワールドで実践調査、我が名はメガ、うん、ということで、はい、今日はつねちゃんを呼ばせていただきました。今更ながら後半で。はい、後半にもこの話しますけどね、もう最後の最後にも。ということで、あと、あの、タイムシフトの予約した時に気づいた方もいると思うんですけど、そう、明日もね、はい、ニコ生があるんですよ。そう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 、楽しみ。実践結果を言いようかな、はい、と思って。そう、ね、はい、そう、あ、だって明日はもう実践してからそのままこのニコ生に出ていただくということなんで、そうそうそう、生なんで、そう、もう走ってきます。そう、打ってさっき打ってたみたいな、ザーみたいな、さっきあつねちゃんに会ったけど今パソコンで見てるみたいな感じになるってことですね。いいですね。はい、ぜひ明日楽しみにしていてください。ナナはいないんですけどね。そう、違う人が来るみたい。そう、私は違うとこにいます。なんか変な人が来るっていう噂。そう、ちょっとね、私もドギマギしてますね。大丈夫、大丈夫かな、大丈夫かな、あつねちゃん大丈夫かな、うん、変な人と一緒に怖い怖い、襲われたらどうしよう、怖い大丈夫、ちょっと楽しみ
ます。なのも、はい、私も予約したんで頑張ってね。ありがとう、うん、はい、頑張ります。ということで、とりあえず一旦今回読んだ理由でした。明日実践ってこと。はい、明日実践ってこと。最後にも言うけど忘れないで。はい、はい、じゃあちょっとコメントに戻りますか。とか言って全然進んでないみたいなコメントが。亀の話してた。ゴルフうまいの。ゴルフめっちゃ下手です。下手なの。練習中、たまに練習行きますけどね。打ちっぱなし。うん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 、うん、ビール好き。うん、ビール好きです。今日もこれ言ってんのか分かんないですけど、今日あお昼そんなことないの。お昼だと リトルのメンバーのあやちゃんが来たんですよ、ね。うんうんうん、でビールいっぱいもらいました。ビール好きなんだって。いっぱいくれた。もうブログ読んでるよって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最近そうブログ更新してなくてすいません。ツイッターの方もブログフォローお願いします。あ、ブログドン出るの。ここ全然更新してないけど。すいません、これで。そう、遡ってこう真っ白なことみたいな。ねえ、これで見てください。お願いします。どう明日は誰来るのってこと。私たちです。あ、相方が。相方は分かんない。お楽しみ。私じゃない。はい、ダイレクト、うん、かな。アイドルが昼から酒、うん、まだ飲んでないよ。もらっただけでしょ。そう、飲んでない。飲んでないってもらっただけ。そうですよ。でも最近あの、うん、違う、これリトルホワイトの子じゃないらしい。何がほら、明日の明日一緒の子。明日一緒の子ってことですか。明日一緒の子はリトルの子じゃないじゃないらしい。なんか変な妖怪じゃ、なんかあんま期待しない方がいい。そうそうそう、あんま期待しない。そんな大したことじゃない。あつねちゃんがメインだから。そのさ、サイドメニューはちょっと置いといて。それ全然つかまなくてもいい話だから。全然しょうもない。大丈夫か。まあお楽しみにっていう。はい、サイドメニュー。そう、サイドメニューでもあのポテトじゃなくてコーンみたいな。ああ、わかりづらい。わかる。もういいよ。慰安旅行楽しかった。だって慰安旅行みんな知ってるね。すごい、ご存知で。今見てるんじゃない、リアルタイムで。そっちのサブで。あ、なるほどね。ありがとうございます。慰安旅行ってどこ行ったっけ。あ、韓国。韓国ですね。うん、うんうん、いっぱい買ったよね。いっぱい買ったよ。てか化粧品ばっかり。パックとか安いし、うん、そう。韓国から帰ってきてマイナス5歳肌になりました。もう若すぎだろ。そうマッサージしてないな。マッサージしたかったけどね。ねえ、マッサージとエステとかね、有名だよね。ちょっと食べに走ったね。ずっと食べてたね。私でもバス用意して、あ、そうよくさ。なおちゃん、ちょっと車用意して、なんかずっとうるさかったり、急に静かになって、だからサムギョプサルが全然美味しく食べなかったり。その後ご飯だったからね。そう、いろいろあった。そう、いろいろハプニングありながらも、楽しかったね。韓国2回目ですか？韓国は、うん、2回目。2回目。個人的に1回行って。結構韓国行くときあるからね、近いから何回も行ったことある子でも、韓国はまた行きたいってなりますよね。面白い。言うね。楽しい。小松から近いしね。近い。うちの北陸からは。そう。北陸からだったらね。うんうん。あ、韓国海苔。あ、そう、思い出した。韓国海苔で。韓国海苔めっちゃ買ったんですよ。覚えてる？なんか、こういう袋。韓国のおっちゃんにねぎってもらって、こんなに買って、めっちゃ好きだから買ったんですけど、ビールと合うし、と思って。家帰って毎日食べてたら飽きて、いや、まだ結構これまだある。まだあるなら持ってきてください。みんなで消費します。視聴者プレゼントしましょう。私が買った韓国のね。結構経ってるんだけど、しけてるかもしれない。それはもう一回焼いてください。いいね。おいしい。食べたい。すごい質問来てるよ。大学生だって。大学生じゃないよ。ありがとうございます。笑いすぎだろ。大学生だったら3年前に入ってたら、どんだけ若かったんだろうと思って。大学生にでも戻りたい。楽しかった。学生は、ね、楽しかったですよね。すごい。うん、
2回行ったらだいぶ韓国語喋れるだろうな。あ、韓国語じゃ喋ってもらいましょう。カムサムニダ。初歩的だよ。これしかわかんないよ。いくよ。うん。チョギオ、イゴジュセオ。お、さすが。さすが、韓国通。わかるみんな。何で、チョギオ、イゴジュセオ。何それ。これください。買い物の時。そう、買い物の時によく言ってました。いいね、あと、チェゴ。何それ。最高。お、すごい。チェゴ。結構ね、チェゴ。コリアン系の若い子たちと。じゃあリトルも韓国進出したらチェゴって。チェゴ。そう、うん、チェゴ。そう、ピンポンチェゴ。おお、すごい。いい。結構韓国楽しいし、よく見てる。面白いね、みんな。梅雨時期を超えた韓国塗りはえぐい。干しちゃうよ。わざとじゃあちょっと梅雨明けにみんなにあげようかな。不思議。コメントが面白いよね。いいね。あ、このコメント結構ツボですよ。韓国のり。あ、梅雨時期を超えた。いいね。カビ生えてそう。米線高い。ね、すごい。米線が高いよ。楽しい。ありがとうございます。いい。東京の、そう、東京の大学でした。ね、俺今日誕生日。今月、あ、今月おめでとうございます。おめでとうございます。いくつになったのかな？うん、大きいお友達。いくつになったのかな？おめおめ、いいですね、こうやって。遠くに離れてても、こうやって交流できるのってね。うん、コメントで。すごい、ニコ生楽しい。そう。俺だって。だいたいね、こうやって喋ってるとこ、うちらがってなるけど、ね、こうやってコメントも読むのも楽しいですね。うん。みんなとお話できて楽しい。8月13日、そうです、誕生日です。韓国のり待ってます。また欲しいみたいな。事務所まで。新品が欲しいからパリパリの待ってよ。梅雨時期超えてるから。超えてないよ、お願いします。いや、もう超えてるでしょ、超えたから買ってよ。面白い。26歳です。あ、そう、若いね。若い。これ何？これ違う。誕生日じゃいくつになるので26になったんじゃないの？え、これは47歳。2人いるのかな？47歳もおめでとうございます。26歳の方も。若いとかおめでとう。ありがとうございます。みんな誕生日おめでとう。今月の誕生日多い。今月の誕生日の子を、うん、方を今日はお祝いするっていうあれなのかな。あ、そう、そうするじゃあ後半はちょっとそういう感じもいいね。分かんなくなっちゃった。うん、梅雨時期過ぎた髪ちぎれない韓国のりを送ります。ちょっと歯でチリチリチリで。ってやつね。まずそう。あ、埼玉から。いつもありがとうございます。石川の人、あ、手挙げてる。ここにも一人いた、石川の人が。石川の人とか、あとは、うん、富山の人とか。あ、うん、いそう、富山の方も。ね、富山の方も結構、私たちね、うん、リトルホワイト、富山でもお仕事させていただいてるんでね。うんうんうん。イエスイエス。イエスイエスイエス。このコスプレの子、かわいい。あ、私ですか、こんにちは、なおなおです。こんにちは。だいたい予想行きの声になった。こんにちは。アニメとか好きです、よろしくお願いします。なんか今日やたらとどんどん調子が悪い。テンション上がるとね、この喋りすぎじゃないになるので、うん、ちょっと待って、早い、もう20、え、やばい、早い、もう終わりなの。今日すごい暑い。暑い。梅雨、もうすぐ梅雨だから。ジメジメする。ジメジメするね。そうだよね。暑い。暑い人、暑々ね。暑々ね。暑々ね。暑い。暑いちゃんがいるから暑いんですよ、これはもう。熱々ね。あ、クーラーがついた。ありがとうございます。聞かせていただいて。ちょっと面白い。おかんが電話出るとき並みに幸運になる。もしもしー。ありがとうございます。あれ、なんちゃらこんちゃら、なんちゃらしてきないな。もしもしーってやつですよね。おかん、よくある。あるある。暑い、もうほんといっぱい喋っちゃった。
今日結構早口でいっぱい喋った、うん、かなりなんかあるかなあとじゃあもうちょっと休憩休憩最後になるまで休憩。明日の実践ちょっと勝てるか本当に不安で、ねえガロ、うん、明日はじゃあ明日のお知らせと明日の話で最後締めましょうか。そう最後に言うって言ったもんね、うん、もう一回本当の動画じゃあ、うん、最後の話をはい、明日はメガワールドです。はい、メガワールドです。ガロ、魔界の花、うん、実践です。いやーどうだろう、マックスタイプだけどね、ここだけの話、軍資金が少ないもので大人の実感ねえ、早々に当たればね、そうなんですよ ね、 いいんだけどね、結構そうガロガロ、もうみんな多分ガロってもうめっちゃ打ってると思うんですけどね一度は打ってるからね、うん、そうやからこそこのうちらの当たってくれっていう悲痛な叫びもわかるんじゃないかなと。ディレクターから倍にしてきてだって。いやー倍にしてきて倍にそれを持ちこそう次にそういうパターン、運営のそういう感じにしていきましょう。プレッシャーがすごい、我々もプレッシャーね、熱いプレッシャーが来てるね。ガロのちょっとマックスタイプの爆発力に私はじゃあ期待をしようかな、はい、明日は朝からではない、何時からだっけ。12時からお昼ぐらいから行きます。空いてるかな、むしろ。それがね、ちょっと心配だよね。そうそうそう、本当にいつも。やらせるから。毎回言うけど。うん。そうそうそう。魔界の花が1、2、3個ぐらい。3ボックス。2.5 ボックスぐらいあるのかな。そうだね。そうそう、あるね。3ボックスかな、わかんないけど。すっごい多い。ガロで100台とかだって。うん。MGB、ありがとうございます。見てくれてる。黄金騎士。黄金騎士になれるように。え、あれ、称号に黄金騎士ってあるんだっけ。わかんない。あれ、何連したかのやつ。そうそうそう。当たったことないからわかんない。それつら。未熟な若い気しかない。未熟ばっかり。わかるわかるわかる。もう2連とかさ、頑張って3連とか、ちょっと色が変わるだけで嬉しい。わかります。低レベル。次は、まあ、とりあえず、大当たりじゃない明日。そうだね。まだ1回当たって、ほら、ね、ちょっと割と、でも1回当たって、もう、なんだろあのバトルで負けちゃったら結構少ないんだっけ、あれ。そうそう、あ、うん、出玉は一緒だけど継続率があんまり良くない、連チャンあんまできないね、魔界ラッシュ入んないとダメみたいな、そしたら演出だけも楽しむ、うんあの写真撮っといてください。あ、そうだね、明日見せれるように。そう、プレミアムな、なんかプレミアムなプレミアムななんかを撮れたらいいな。はい、ね、頑張って、ちょっと皆さん、あつえちゃんにパワーをお願いします。引き弱な私マジで、だって当たってないとかね、きついもんね。つらいです、本当に。全部なくなっちゃったら飴とか配るから嬉しいよ。頑張れ、ありがとういいですねツイッターに、あ、そうだね、ツイッターにアップしよう。じゃあそうする。はい、はい、お、もう終わっちゃうって。もうすぐ寂しいね。楽しい時間早いです、あっという間です。ほぼ真白の話。ね、真白の話と私の段取りの悪さの途中からの、メガさんの話で、やってしまいましたが、今日はもうそろそろお時間です。皆さんありがとうございました。ということで、明日、はい、6月10日、DSG メガワールドさんで、我が名はメガ、あつねちゃんが実践します。そしてその後、17時半からニコ生ありますので、ぜひお楽しみに。はい、はい、またよろしくお願いします。はい、あつねちゃんありがとうございました。はい。じゃあ皆さん。